日本国民の皆様、こんにちは。本日3月18日、先週のですね、3月11日、東北関東大地震、大津波、そして、福島原発の事故からですね、1週間が経ちました。本日はですね、神奈川県庁にですね、神奈川県庁でございます。本日は神奈川県庁にですね、先日、藤島さんから提起されました、静岡県浜岡原発のですね、即時、停止を要求するですね、要望書をこれから、神奈川県知事室に持っていきたいと思います。はい、神奈川県庁でございます。はい、ただいまですね、12時、57分でございますね。1時には、神奈川県知事に持っていきたいと思います。はい、神奈川県庁でございます。神奈川県庁でございますね。神奈川県庁でございます。日本国民の皆様、静岡県のですね、浜岡原発が事故に遭いますと、日本は終わりでございます。東日本から西日本にはもう避難できません。浜岡原発の即時停止はですね、日本国民の要求でございます。ではこれからですね、神奈川県知事、消費室に行きまして、要望書を出していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。神奈川県庁でございますね。はい、神奈川県庁でございます。ですね、知事室は3階ということでございますね。3階にこれからちょっと足が悪いもんでエレベーターを使わせていただきます。このように県庁はですね、節電対策のため区会ですね、神奈川県庁でございます。知事室は3階ということになっております。今もなくエレベーターが降りてまいります。はい、間もなく1時になりますね。はい、間もなく1時になります。今エレベーターが降りてまいりますね。はい、まもなく降りてまいります。エレベーターも降りてまいりますね。まあ降りてこないから階段から行きましょう。階段から行きましょう。このように、見事な絵も飾っておりますね。はい、階段から行きましょう。はい、これがはい、2階でございます。知事室はですね、3階ということでございます。はい、これが、ここにもまた、絵が飾っておりますね。はい、これは、非常にこの、現代的な絵でございますね。非常に。はい、これが3階でございますね。はい。はい、3階でございます。はい、3階にやってまいりました。窓からはですね、日差しが、陽光が、さんさんとですね、春の陽光が、さんさんと、届いております。3階でございますね。ここにも、ノスタルジー、遥かな海という題で、この、絵画が飾っております。はい、1時になりましたね。はい、それではですね、知事室、知事室ですね。こう行きまして、こっちこう行くんですね。知事室一括休憩でございますね。はい、こちらの方でございます。こちらから行きますかね。こちら行きましょう。知事室です。4階1からですね。はい。はい、こちらでございますね。あ、お疲れ様です。どうも。お疲れ様です。はい、どうも。以上、あれ階段もないな。どうこうしよう。すいません。記事室教室はどこですかね。もうほら、マキン。あ、そうなんでございますか。はい、了解いたしました。ありがとうございます。間違えました。記事室、一室は、まっすぐでございますね。はい。
じゃあ一旦ここで切りましょう。はい、よろしくお願いします。